なあロイ、見過ごせない厄介な問題が出てきた。話がしたい。ティルダの家で待っている。この家はゼニスの基地を調べるのに何かと便利でな。心配するな。ここの芸術品には触っていない。分かった、後で向かう。オセラムの話じゃ、仲間の一人がこっちに走り去ったそうだ。探してみよう。
ティルダはこの場所でお前を引き込もうとしたのか。何と言われた。共にこの星を救おうとでも。お前の遺伝上の母が望んだことだ。古の民に言わせればそれは騙し言葉。明るき新世界をちらつかせて誘う。しかし現実はネメシスによって生命が破滅を迎える運命にあった。ティルダのことで向きにさせようとしても無駄だぞ。それにまだ希望はあると思っているからお前は残った。お前がまた奇跡を起こせるか見てみたいのかもな。本題だが、対ネメシスの準備中にあることが分かった。ゼニスの基地で利用できるデータを探していたのだが、その過程であのオデッセイから地球に降りた者は13人だったことが判明したのだ。だが研究所にいたバベーナを含めて遺体は12体だったはず。さすがにこれはお前でも分かったようだが、一人取り逃がした。なあ、ウォルター・ロンドラ、1000年前の宇宙産業の大物で、ある種のスターでもあった。野放しにしておくには危険すぎることくらいお前にも分かるだろう。奴を見つけ対処しろ。ゼニスの基地を探っていてネメシスへの対抗策は何か思いついたか。ゼニスもしくは古の世界から強力な技術を掘り起こすことが最善策だろう。それらの知見があればおそらくネメシスの想定を超えた効果的な武器を準備できるはずだ。不意打ちとはやるな。期待はするな。まだ手がかりを見つけたにすぎ、調査には時間がかかるだろう。ロンドラは宇宙船を売って財を成したのか。売ってはいない。奴は小惑星から希少金属を採掘できる船を作り、膨大な富を得た。船を作っていたのか。ああそうだ。だが奴はもうオデッセイやゼニスの基地には近づけない。それでも強大な古の技術を知り尽くしている。その点我々にとって危機であり同時に好機でもある。ネメシスに関する情報を聞き出せるとでも。可能性はある。さっきウォルター・ロンドラはある種のスターだと言ってたな。宇宙産業で財を成したが、ホロエンターテイメントの制作にも入れ込んでいたのだ。妻は人気女優でな、タブロイド紙などに2人で取り上げられていた。タブロイド紙、言ってみれば有名人の私生活を追うニュースの一種だ。その記事を読むことで大勢のファンがスター気分を味わっていた。ああ、ひどい。やつはどこへ逃げたと思う。南方にある海辺だ。常に地殻変動と火山活動が絶えぬ地。そこへ踏み入ったテナークスたちは消滅の海辺と呼んだ。千年前はロサンゼルスと呼ばれていた。かつての技術と娯楽の中心地だ。ロンドラの会社ヘブンセントの本社はそこにあった。隠れるとなれば慣れ親しんだ土地のはず。座標を送っておく。でははぐれゼニスを追い詰めに行くのだ。ではいざ消滅の海辺。気をつけて向かうんだな。ロンドラは他のゼニスと比べても狡猾で抜け目なさそうだ。へえ、サイレンス、私の身を案じる素振りもできるようになったんだな。アーロイ、今って巨大な機械と戦ってる最中なんかじゃないよね。いや、ベータ、消滅の海辺に向かってる。そうだったね。その話はサイレンスから聞いたよ。気をつけて、アイロイ。いつでも連絡してね。そうする。ありがとう。
あんた今空を飛んでいなかったか？着地は失敗したけどな。くそ、新手の機械だ。下がって、私が片付ける。私も協力する。無理しないでよ。戦いっぷり。私はセイカ、アーロイだ。お前も負けていなかったぞ。それはフォーカス。クエンだな。預言者なのに戦えるのか。なんでわかるの。聞きたいことばかりだろうけど、まずは一つだけでいい。ここに落ちてくる前にあなたサンウィングで飛んでた。でもあのタワーのことを知らなかったんなら初めて来たってこと。目的は何？ある人物を探してる。北東の丘の遺跡を目指していたんだ。丘の遺跡、押し影の天井か。知ってるのか？他に道があるとでも。かもね。でもまずあのタワーをどうにかしなきゃならない。協力できそうだね、アーロイ。あのタワーは私の集落の近くだ。案内するよ。また協力できそうだねって。お前の目的は何だ。私にとってもあのタワーが邪魔ってこと。来て。こっちついてきて。私の船で集落に戻るよ。あそこで何をしていたんだ。船の舵が壊れてない。部品を探してたの。時には一人で狩ることだってある。これがそう。部品を船に取り付けるまで待ってね。こんな船見たことないな。集落の工作好きと一緒に作ったんだよ。性能も十分。これでよし、出発できるよ。乗って。そんな、また落とされる。分かったろ。あのタワーがある限り星影の天井には行く。よし、出航する。確かに漕ぐよりはいい。私が設計を改善したからね。この地に来てどれくらい経つんだ。かれこれもう1年か。大会を渡ってる時に大しけにあってね。
船団と物資の半数を失った。この海辺にたどり着いたのも奇跡だよ。以来ここに留まってる。そうか、大変な目に遭ったな。今は何人残ってるんだ？さらに人数が減ってね。ナンパ以来他の問題も抱えててさ、残ってる連中は役に立たない。戻りたくないようにも聞こえる。流れ者と戻ったんじゃ面倒なことになるからね。まあ平気、私に任せて説明するから。なら任せるよ。左手に見えてきたのが先端の果て。縁起がいいな。だ上陸した直後はボロボロだったから。よし、準備いい？もう何も知りません。下がっていいですか？いや、裏切り者が戻るまで去ることは許さん。始まったよ。ごめん。背信行為は重ねてしまうものらしい。預言者のフォーカスを盗み、さらに未開人まで連れ込むとは。典型的だな。ヒットラエロ、フォーカスも即刻没収。ヒットラエル？判断するのは提督だ。規範担当官じゃない。ならそうしよう。正確のやつ、やはりフォーカスを盗んでた。あの未開人？あいつ終わったな。ずいぶん張り詰めた空気だ。今日は特に最悪。ゲリット提督、言った通りでした。目の前にあるのが動かぬ証拠。一兵士が預言者のフォーカスを身につけております。古の遺産を明かす目を。さらにこの聖カメはここに未開人を連れ込んだ。機密保持条項 3A の違反に当たる。規定によればこれらの消えた仲間を見つけられるのは私だけなんです。預言者バイのフォーカスに記録が残ってました。預言者バイはあの星影の天井に消えた仲間がいると突き止めた。ランバルの拠点だ。今の状況であそこへ渡るには危険が伴いますが、彼女なら行けるかも。お忘れなく、フォーカスの着用は預言者のみ。聖火の行動に懸念点があるのは事実。いずれ処罰も必要になるだろう。だが仲間たちの発見こそが最優先事項だ。もしも聖火が皆を見つけ連れ戻せるなら、結論は出た。規範局でさえ認めるはず。許可しよう。聖火とこの流れ者に対し調査を命じる。提督、ただれ者、後で少し話をしたい。バカすぎる。平気か？今のは忘れて。でもね、妹も行方不明なんだ。
しかも生き残った航海士はあいつだけ。妹なしじゃ帰国もできない。だから見つけなきゃ。禁じられた遺産を使ってでもね。なのに蓮たちは私が問題みたいに責め立てるけど、なんとかしようと動いてるのは私だけじゃないか。せいか、その気持ちは私にもわかるけど、今は冷静になってちゃんと。冷静だよ。確かにそうだ。怒ったってどうにもならない。いいか、なんとか星影の天井に行かなきゃならない。でも問題がある。あのタワーがある限り空からはいけない。海からもダメ。船にも攻撃してくるからね。まずいな。でも何らかの対応策を思いついているんじゃないのか。おそらく空と海の間、活路はそこにある。お前がいい戦士なのは知ってるけど、他のことは何も知らない。特に話すこともないよ。私はいたって平凡。妹がクエンの中で一目置かれてるってだけ。平凡には見えないけどな。上陸前まではただの可視官に過ぎなかったんだよ。でも嵐とナンパで多くの士官と候補生たちを失った。おまけに今度は行方不明。それで提督を支えようと立ち上がったんだ。だからそのフォーカスをつけたのか。お前理想の部下じゃないか。レンの一味に言ってやってよ。妹は航海士なのか。中でも妹は特別。星だけで航海できる唯一の航海士さ。まるで本を読むように星を読む。いくら星が回ろうが全ての星座の位置を把握してるんだ。だから妹は最初から帝国に重宝されてきた。船団の中でも貴重な一人だった。でも消えた。ある日突然消えたのか。ボロボロになってここに上陸した後、提督は残されたわずかな船で周辺に偵察隊を送り出したんだ。でも誰も帰らなかった。みんなに何が起きたかはわからないけど、鍵を握ってるのはあのタワーと星影の天井だ。そうだろうな。他にあのタワーで知ってることは。2週間前、偵察船が行方不明になった後に突然現れた。あれは空と海の全てを攻撃する。機械に、船に、ハーブ。おい、やめてくれ。近づこうとしたけど、高い遺跡に取り付けられてて周りは機械だらけ。だけどタワーの攻撃範囲は狭い。私の船で試してその範囲を浮きで残した。賢いんだか無謀なんだか。どっちもだろうね。危なかった場面は何度かあったし。預言者のフォーカスで何を見たんだ。偵察船が一隻も戻らなかったから、提督は最後の一隻に探らせたんだ。預言者バイが乗ってて星影の天井にたどり着いた。それで内陸に野営地があるのを発見したんだ。消えた仲間の一部が遺跡に入ってく姿も。その時にバイは遭遇した。見たこともない機械、銀と金色で雲みたいなやつ。驚いて船まで戻った。逃げられたんだな。その機械なら知ってる。でもすぐに運は尽きた。船で戻ろうとした朝、タワーがせり上がってみんな吹き飛ばされたんだ。バイの遺体は浜辺に流れ着いてね。私は友人からそれを聞いた。私がフォーカスを取ったってレンに告げ口したあいつだよ。でもどうすりゃよかったの。私でも同じことしたよ。あのタワーをどうにかできそうなのか。星影の天井に行くならやってみなきゃ。
歩いてならタワーに近づけた。でも攻撃が届くほど近くまでは行けてない。でも力を合わせればどうにかできるかもしれない。行く前に装備を整えたらどう？資源がいるなら船を使ってもいいし、集落の南側から出なけりゃタワーにはやられない。攻撃範囲は浮きでわかるよ。お前はどうする？頭の中を整理してくる。この先にタワーがある遺跡へと続く橋がある。橋の向こうで待ってるよ。待つんだ。最後に一つだけ。この地にいるクエンはみんなサンフランシスコを目指していた遠征隊なんだろう。だから全部知ってたのか。仲間たちと会ったことあるんでしょ？みんな生きてるの？ほとんどは生きてる。つなげることもできるけど、仲間を探す方が先決だろう。生きてる。ああ、よかった。あ、確かにそっちは後回しだね。今知らせれば話が厄介になる。仲間を見つけることに今は集中しないと。わかった。それじゃあ橋の向こう側で会おう。セイカと会う前に少し装備を整えておくか。それかセイカの船で探索もいい。